カスミアジとアンチョビバージャックとベートボールベートボールは魚類が作る休憩群。典型的には非捕食者が捕食者からの防御のために作る。一方、群れをなすことで目立つ面がある。そもそも小さな外洋性の魚類は海藻やサンゴ、岩などがある環境ではなく海底や小に住む魚類とも異なり隠れる場所がないために捕食者から身を守るために群れを作る。 ベートボールは外して、捕食者が非捕食魚類より、海に存在する場合形成される。2001年、イルカ、マグロ、ミズナギドリの捕食行動を観察した、クラー、グロバレイの4段階分類、下方から開口して、上部ベートボールに加速して食べるザトウクジラのルンゲ、フィーディングバブルネットの空中撮影ザトウクジラのバブル、ネットフィーディングバブルネットフィーディング群れで、 ベートボール下方から気泡を放出。群れを小さくした上で垂直に捕食尾びれで海面を叩くスラッピングをより小さな群れにし、尾びれで群れを叩いてから捕食。カルーセルフィーディング、ノルウェーで観測。ありがとうございます。